キム・ウルトンは、大韓民国の声優、女優であり、全国会議員である。日本では、キム・ウルトンの表記も用いられている。2014年7月より、ボッククネ大統領の与党である、セヌリ党の党最高委員を務めている。祖父は、日韓併合時代の独立軍将軍であった、キン・タスクマモルとされる。父に、キントカン、母に、リ・ハジメ・ヒロシ。俳優の孫、イルグクは、 長男、女優の孫、孫伊は長女である。金田須熊るの孫とされているが血縁はないとの説もあり、金田須熊るの子孫に DNA 検査を求められたが拒否している。1945年9月5日、ソウル市の教科区で後に政治家となる金都官の娘として生まれる。中央大学校政治外交学科在学中の1967年。 東亜放送に声優として採用、1972年に韓国放送公社のタレントとして特別採用され、以来女優としてテレビや映画などで活動を続けてきた。1995年6月、第1回地方選挙の一つとして実施されたソウル市議会議員選挙にて民主党から出馬、全国最多得票を得て当選した。その後、 第16代総選挙と第17代総選挙において、城南市、樹育から出馬したが、いずれも落選。2008年4月に行われた第18代総選挙にて、親牧連帯から比例代表候補として出馬して、当選を果たし、政界入りした。人気満了に伴って2012年4月に行われた第19代総選挙では、 ソウル特別市松派兵区からセヌリ党の公焼けを得て立候補し再選を果たした。2014年7月14日のセヌリ党全党大会で行われた指導部選挙に出馬党指導部に女性1名を選ぶ規定により最高委員に選出された。新日派のための弁明の著者金干渉はインターネット上で金大津東の祖父金差賃について 金タスクチンは、李氏朝鮮時代なら、まさに山賊一味の頭目、金タスクチンのせがれは、国会で、声枝めの中身をまいたりした、ヤクザ者と言及した。2006年2月22日、孫で、国会議員の金大津東は、金官省を名誉期存在で、ソウル中央地検に告訴した。また、金大津東は2008年8月、 独立有効者礼遇に関する法律改正案を兼議し、名誉を傷つけた者に対しての罰則、罰金の強化を主張した。2015年7月22日のセヌリ島、最高重鎮連席会議で、竹島の領有権を主張する日本の防衛白書を非難し、李正番元大統領は六十数回にわたって、日本に津島返還を要求している。 サンフランシスコ講和条約の過程でも韓国は日本から津島を返してもらわなければならないと訴え、津島が韓国領土だという根拠は歴史の中にも見出すことができると日本からの津島奪還を強く主張している。2016年4月の第20代総選挙で共に民主党の南人氏準候補に敗れて落選した。出生、1945年9月5日出展。 大韓民国国会ホームページ2012年1月26日閲覧判例 TBC、KBS、MBC、SBS。ありがとうございます。